足利学校学校門裏門、孔子廟足利学校は、下野国足利荘にあった平安時代初期、もしくは鎌倉時代に創設されたと伝えられる中世の高等教育機関。室町時代から戦国時代にかけて関東における事実上の最高学府であった。創設者は諸説あり、足利義兼が最有力説、坂東の学校と称された。1868年まで存続、1915年図書館となる。下野国足利荘後加郷村にあったが、明治初期には建物があるだけで組織は存在せず、明治5年に廃校になった。以来孔子廟などわずかな建物を残すのみであったが、1990年に工場や庭園が復元され、公開された。今日では足利市の心の拠り所、生涯学習の拠点であり、足利市教育委員会によって管理されている。足利学校の創建年代については、諸説あり、長らく論争となっている。室町時代の前期には衰退していたが、1432年、上杉憲実が足利の領主になって自ら再興に尽力し、鎌倉円覚寺の総会元を能家に招いたり、蔵書を寄贈したりして、学校を盛り上げた。能家とは校長に相当する責任者であるが、江戸時代には尚主と呼ばれるようになり、今日では尚主と呼ばれることが一般的である。その成果あって、北は奥羽、南は琉球に至る全国から来学徒があり、代々の尚氏も全国各地の出身者に引き継がれていった。上杉憲実は1447年に足利荘及び足利学校に対して3か条の規定を定めた。この中で、足利学校で教えるべき学問は3中、4書、6教、列史、荘史、史記、文撰のみと限定し、仏教の経典のことは、僧林や寺院で学ぶべきであると述べており、教員は戦争などの僧侶であったものの、教育内容から仏教色を排したところに特徴がある。したがって、教育の中心は儒学であったが、会元が易教のみならず実際の易学にも精通していたことから、易学を学ぶために足利学校を訪れる者が多く、また、兵学、医学なども教えた。戦国時代には足利学校の出身者が易学等の実践的な学問を身につけ、戦国武将に仕えるということがしばしばあったという。学費は無料。学生は入学すると同時に漱石に入った。学料はなく、近在の民家に寄宿し、学校の敷地内で自分たちが食べるための菜園を営んでいた。校内には菜園の他に薬草園も作られていた。享禄年間には喝采で一時的に衰微したが、第7代尚主、鳩嘉が北条氏政の保護を受けて足利学校を再興し、学生数は3000人と記録される盛況を迎えた。この頃の足利学校の様子を、キリスト教の宣教師、フランシスコ・ザビエルは、日本国中最も大にして、最も有名な、坂東のアカデミーと記し、足利学校は海外にまでその名が伝えられた。ザビエルによれば、国内に11ある大学及びアカデミーの中で、最大のものが、足利学校アカデミーである。学校自体は、寺院の建物を利用し、本堂には千手観音の像がある。本堂の他に別途孔子廟が設けられているという1590年の豊臣秀吉による小田原征伐の結果、後北条氏と足利長尾氏が滅び、足利学校は庇護者を失うことになった。学校の財源であった所領が奪われ、古典籍を愛した豊臣秀次によって、蔵書の一部が京都に持ち出されそうになったが、当時の第9代尚主山陽は、関東の新領主である徳川家康に近似して、信任を受け、家康の保護を得て、足利学校を守り通した。江戸時代に入ると、足利学校100石の所領を寄進され、毎年の初めにその年の吉凶を占った年税を、幕府に提出することになった。また、たびたび異動があった。足利の領主たちによっても保護を受け、足利近郊の人々が学ぶ教学として、江戸時代前期から中期に2度目の繁栄を迎えた。しかし、江戸時代には、京都から関東に伝えられた朱子学の漢学化によって、易学中心の足利学校の学問は、時代遅れになり、また平和の時代が続いたことで、疫学、兵学などの実践的な学問が好まれなくなったために、足利学校は衰微していった。学問の中心としての性格は早くに薄れ、江戸時代の学者たちは貴重な古典籍を所蔵する図書館として足利学校に注目していたのみであった。明治維新後、足利藩は足利学校を藩校とすることで復興を図ったが、明治4年、廃藩置県の実施により、足利藩校である足利学校の管理は足利県に移り、明治5年に至って廃校とされた。廃校後、北条などがあった敷地の東半分は小学校に転用され、建物の多くは撤去された。また、栃木県は足利学校の蔵書の一部を県に払い下げようとしたので、足利学校の建物と蔵書は散逸の危機に瀕したが、旧足利藩士、田崎宗雲らの活動により、蔵書は地元に返還され、孔子廟を含む旧足利学校の西半分とともに、県から地元に返還された。地元足利町は1903年、足利学校の敷地内に、栃木県内初の公共図書館である、足利学校遺跡図書館を設立し、足利学校の旧蔵書を保存するとともに、一般の図書を収集して公開した。また1921年、足利学校の敷地と孔子廟や学校門などの現存する建物は、国の史跡に指定され、保存が図られることになった。1980年代になり、小学校の移転、遺跡図書館の一般図書の県立足利図書館への移管が行われ、史跡の保存整備事業が始められた。そして1990年に建物と庭園の復元が完了し、江戸時代中期の最も栄えた自分の様子が再現された。2015年4月24日には、国の日本遺産審査委員会によって、近世日本の教育遺産群、学ぶ心、礼節の本源の一つとして、日本遺産に認定された。足利学校の蔵書院、野の国学と記される。足利学校の成立や、初期の体制については、記録が残っておらず、しばしば論争になった。創設時期を最も古く取る説では、伝承によればかつて、足利学校は下野国の国学であったという明治期にこの説を唱えた川上弘主によれば当初津賀郡の国府に併設されていたが足利家が将軍家となるとゆかりの地に国学を移設したのだという。これに対し国府と国学の位置が離れすぎており当時移設したという記録もないという反論が出された。川上説は現在はあまり信じられていない。なお、国学起源説では15世紀に編纂されたと言われる鎌倉大蔵氏の記述により足利市昌平町の現在地に移転したのは1467年であるとしている。近年、前沢輝正は下野の国が作られた際、国府は現在の足利市伊勢南町付近に置かれたとし、この時に国府に併設して国学が置かれ、これが足利学校の由来で、創立は8世紀であるとの新しい国学起源説を明らかにしている。前沢は自説の論拠として現在使われていない古い地名で足利市伊勢町、伊勢南町の境界付近が国府や学校地先と呼ばれていたことと国などと刻印された瓦がここで出土したこと、江戸時代までこの地が学校領であったことが古地図で確認できることなどを挙げている。ただし、前沢は国府と国学は津賀郡に移転したが、なぜ足利の国学が廃絶せずに残ったのかについては理由を述べていない。また、足利に国府が置かれたかもしれないというのも、文献などによる有力な証拠がなく、今のところ仮説に過ぎないことに注意する必要がある。古くからの国学起源説の論拠として挙げられるものに、野の国学と記された足利学校の蔵書院の存在がある。この陰影は、江戸期の一部の蔵書にしか使われておらず、汁そのものも紛失していることから、後代の偽造であるとされてきた。これに対しては、川上と口述する前沢輝正は、この印は、現在の足利市伊勢町付近から出土したという記述を、近藤忠斎が、郵文庫寺中に残しており、本物である可能性も捨てきれないと主張している。しかし、これに対してはすでに、印が偽造された後に、それらしい伝説が作られたのではないかという反論が、すでに明示にされている。別に有力視されている説は、鎌倉大草史に基づき、平安時代の小野高村によって839年頃に創設されたというものである。ただし、高村が下野国に関連する役職に就いたことはなく、また、設立年とされる年には流刑になっていることから、この説には信憑性がないという主張が強い。このほか、12世紀末に足利義兼によって設立されたという説がある。この説は、高野春秋編年収録巻7に、12世紀末の文治年間頃、足利義兼が足利に寺と学校を持っていたという記述があることを根拠にしている。ただし、現存するにもかかわらず、万名寺川には該当する記録が残っていない。なお、国学起源説、小野高村創設説の場合でも、足利義兼は復興させた人物であるとみなすことがある。極端な主張では、足利学校は、上杉憲実が開設したもので、1432年以前には存在しなかったという説もある。これは、水戸藩が編纂した大日本史の記述をもとにしている。ただし、厳密に読んでいくと、上杉以前の時代に足利に学校があったことを意味する記述も大日本史中に存在することに注意する必要がある。また、近年注目される文書として、長徳寺文書に含まれている。学校商業道日曜検証写しがある。これは、足利学校そのものではなく、学校付属の療養所の規則であるが、文中にある、応永30年、五版が注目される。前者は、応永30年の五者と考えられ、応永30年すなわち1423年に、足利学校が存在したことの傍証になると考えられる。さらにこの年は、上杉憲実の主君である。鎌倉公方、足利持氏が、室町幕府に近い小栗氏を討伐し、さらに、室町幕府が派遣していた、足利総代官、神保義久を追放して、同省を横領した年にあたる。五版とは原文書には、足利総の支配に乗り出した、足利持氏の花押であったと考えられ、上杉憲実よりも前に、足利持氏が、足利学校の再興に関わっていた可能性を、示している。1921年3月3日、足利学校跡として国の史跡に指定された、などの重要文化財を所蔵している。ありがとうございます。